今週もはっちゃんアカデミー始まります。今回はですね、介護についてお話ししたいと思います。これはですね、一言と思わずに誰でも起こりうる介護です。そして私たちも年がいけば誰にでも起こってもおかしくない大切な問題です。この介護はですね、私たちが一人一人考えていかないといけないのは、まず動けなるっていうことです。そして面倒を見てもらわないとやっていけない毎日が来るということです。これは誰でも通る時代、人生、これからの歩みですが、介護に一番必要なのはお客様の身になってっていう商売を、今度は親の身になってっていう気持ちに切り替えることが大事です。そして私たちはお父さんお母さんから育ててもらった以上、その感謝はどこで返せるかというと、介護する時に返せるんです。だからお父さんお母さんから育ててもらった感謝を、今度は介護で子供の面倒を見るように、お父さんお母さんのお世話を喜んで可愛いと思ってすることが、私は介護で一番必要なんじゃないかなと思います。でも一番大事なのは、介護させられる側、介護する側、どちらが辛いかというと、どちらも辛いとは思いますけど、介護してもらう方が実は辛いんです。介護してもらって情けない、こんなに辛い思いさせてごめんねと言いながら、言葉に出せなくても体が動かないことに心病みながら、誤ってある状態ということを忘れずに介護してみてください。で、私たちは歩くことも当たり前で、顔を洗うことも当たり前で、自分でご飯を食べることも当たり前のようにできてますが、介護される側はこんなこともできない、こんな惨めな体になって、こんな自分がって言って、自分ばっかりを情けなく思う毎日を、ただひたすら死と向き合って毎日過ごされてます。この気持ちを忘れなければ、介護する時に、あ、人の身になって、あ、お母さんお父さんの身になってと優しくできるんじゃないかなと思います。介護はですね、一つも二つも時間との戦いです。三つも四つも優しさとの戦いです。五つも六つも年齢を重ねるごとく、お母さんとお父さんと一緒に暮らす毎日に幸せと感謝を上乗せしていくのが、私は介護だと思います。ぜひ思いやりを持って、辛い時もあると思います。時間の戦いもあると思います。そしてなんで自分だけがと思う時もあると思います。やりたいこともしたいこともたくさんあると思います。でも一つだけ言えるのは、介護された方も介護した方も必ずご褒美が来るということです。お父さんお母さんを介護した背中を子供たちに見せてあげることによって、自分が介護される時は子供たちが同じように自分のことを大事に大事に介護してくれるようになります。これが昔から言われている親の背中を見せて、そして子供に伝える一番の歴史です。ぜひ介護を楽しんでみてくださいね。今日の内容が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いしてます。お待ちしてます。